精神は心、意識、気構え、気力、理念、などといった意味を持つ言葉。日本語の精神は中国語にすでにあったものを漢語系語彙として使用してきたが、文明開化以来、ギリシア語、プネウマ、ラテン語、スピリトス、英語、スピリット、フランス語、エスプリ、ドイツ語、ガイスト等の訳語として使われていることも多い。 例えば、日本語では、精神と理念とスピリットなどと別表記にして相互に関連がないと思い込んでいても、元のインドヨーロッパ語族の話では、同一語を使っており、何らかの語感を意識して込めている場合が多い。また、中国では、生と神とを組み合わせた古い漢語であり、元来は、元気やエネルギーという意味であった。これが、今日のような、 物質の対義語として使われるようになるのは、明治の日本でドイツ語のガイストなどの翻訳語に選ばれて以来のことである。インドヨーロッパ語族の語の示す概念の広がりと、似ており背景となっている、木が精神と物質との双方を包摂した概念であり、気は純度に応じ、生、気、神に細分され、性においては物質的、神においては精神作用も行うとされる。 数千年前から伝統的に宗教的な意味を込められて使われている。ギリシア語、プネウマ、ラテン語、スピリトゥス、英語、スピリット、フランス語、エスプリ、ドイツ語、ガイスト。必ずしも翻訳されずに、音社で、カタカナ表記で使われていることも多い。以下の項目も参照。また、日本語では文脈により同一語を、例などと訳し、区別している場合もある。 キリスト教を待たず、すでにギリシア哲学においても人間の能力に卓越したものとして神を考える傾向があり、この時神は人間より工事の精神を持つものとされる。そこで両者の才を言うため人間精神、心的精神の区別が立てられることも多い。一般に精神は魂ないし知性を持たない物質。 あるいは魂を持つが知性を持たない生物との対立に置かれる。一方で、唯物論においては一般に精神を独自の存在として立てず、精神を人間等の体内での微小物質の運動として記述することが古代より行われてきた。ルネデカルトは実体を延長と精神に分け、後者のみに能動性を認めた。これに対してライプニッツは物質にも、 自発運動を認める一方で、精神を実体の知性的な自己表現力として、単なる知覚や感覚から分け、デカルトにおいては一つの概念であった明晰判明を、明晰性と判明性に分け、判明性を精神のメルクマールとした。ライプニッツ・ボルフ学派においては、人間の明晰な精神活動は、さらに、判明な上級認識能力である母性よび理性と混雑した。 下級認識能力である感性に分類される。論理学は上級認識能力による認識の規則の学であり、形事上学としての哲学に規則を与えると考えられる。バウムガルテンは下級認識能力である感覚の論理学を構想し、これにアエステティカの名を与えた。以上の経緯を経て、近代西洋哲学用語としての精神は、 知性的存在者の認識能力、意思能力、判断能力の総称であり、論者によっては理性、語性、知性などと同義に用いられる。稀に魂と同義に用いられるが、一般には感情、知覚、受動性に関わる能力とされる魂に対して、精神は能動的で知性的な働きとされることが多い。また、ごく一部の極めて稀なものとして、 精神を微小物質の運動の側面として捉える場合、精神は肉体を構成する物質よりミクロの運動を行い、肉体で認識できる領域を超越した、はるかに広大な領域の情報を認識する可能性を備えているとも捉えられるかもしれない。なお、欧米語では認識能力としての精神は、判定の能力から転じて社交における知的表出の能力としても捉えられる。 フランス語のエスプリ、ドイツ語のガイストには、基地、世の意味合いも含まれる。ことに、普通語では、エスプリは、冗談や笑い話を意味する、最も一般的な語として用いられる。三浦国を、風水講義 ISBN41 億6660万4880。ありがとうございます。